先ほどまた接触されたと。彼女の素性を知ったらメイ様。面白い。正反対だからな、この二人は。不思議ですよね、お嬢様と執事の関係って。そうね、執事ってただの仕事だと思ってたんですけど、それ以上の絆で結ばれる関係もあるんだなって思って。私の執事はどうなんだろう。どうして？なんとなく、なんとなくですけど、私事情があってここに来て、本当はお嬢様になりたいって本気で思ってたわけじゃないんですけど、あいつがいてくれるなら頑張れるような気がして。それは錯覚じゃないかしら。彼は一流の執事よ。あなたが求める感情を表すことも、あなたをその気にさせるのも簡単なこと。それが本郷家から与えられた彼の仕事ですもの。え？あなた本気で本郷家を継ぐつもりなの？あなたも苦労するわね。ま、前よりは楽しそうだけど。彼女ならさっき見かけたわよ、温室の近くで。なんで知ってるんですか、本郷家のこと。よく知ってるわ。金太郎おじい様のことも、あなたのご両親本郷周太郎さんも、優さんのことも。ルチア様。ルチアとは学園内での称号。失礼、まだルチア様のお名前を申し上げておりませんでした。ルチア様の名前。彼女のお名前は本郷しおり。本郷。あなたと同じく本郷家を継ぐ資格を持つ者です。本郷メイ様。メガネうどんがここにいること自体不自然なんですな。あなたにデュエルを申し込む。このデュエルお受けください。今回戦うのは私たちよ。ふざけんな。この番組は小林製薬、P&G ドコモ、資生堂、大和ハウスの提供でお送りしました。違います、私には理由があります。メイ様にお仕えしたいという理由が。メイちゃんの執事をもう一度見たい皆様へ嬉しいお知らせです。パソコンや携帯電話でいつでもどこでもメイちゃんの執事をご覧いただけます。詳しくはこちらまでアクセスしてください。